はいどうもパチョです、えー、今日は何の話をしていこうかっていうとね職場というかね、まあ、現場の話をしていこうと思うんですけどね、まあ、とあるね、えー、現場でちょっと面白いものがあるんでね、えー、その話をしていきましょう、えー、その現場っていうのはね、えー、ゼネコンさん3社と、えー、機械屋さんというかプラント業者1社によるね、えーまあ、JV という形ですね えー、企業が、えー、複数集まって一つの建物を建てるというね、えー、そういうしあのところなんですけど、えー、そこについてのね話をちょっとしていこうと思います、えー、そこねあの僕全然知らなかったんだけど、あのー、朝礼の前にねあの音楽がかかるんですよ。 で音楽がかかってその音楽がかか鳴りやんだらラジオ体操を始めるみたいなそういうシステムになってるんですけど、えー、僕の,の友人に聞いたんで僕知ったんですけどあああれだろうってあのその現場の話をした時にあの朝礼始まる前に井上尚弥の入場曲かかるやつだろうって言,って言われてえー、そうなのみたいな。 え僕ねその井上尚弥の入場曲だというのを知らないでずっと曲を聴いてたんですけど、えー、どうやらねその朝礼の時にかかる曲がね朝礼の前にかかる曲がね井上尚弥の入場曲ということで<笑><笑>ああそうなんだーっていうね、えー、僕ねそれびっくりしたんですよでねそのラジオ体操をする時にね面白いのがね、えー、液晶画面がねあるんですよ で、その朝礼台に。で、朝礼、その朝礼台の時に、その映像が流れるんですよ。要するに、そのラジオ体操をやると、やる際に、その映像が流れて、それを見ながら、見ながら別に見なくてもいいんだけど、ラジオ体操をするんですけど、で、その時にね、その映像、何、何が流れてるかっていうとね、あの、皆さん、鬼滅の刃ってわかりますえー、そのね、鬼滅の刃のキャラが、 ラジオ体操してる絵なんですよあの僕もね、キャラ名がね、ほとんど分かんないんだけど、あのー、うんとりあえず、あのねずことかわ分かるんだけど、炭治郎ね、<laughs> 主人公の。なんか6人ぐらいのキャラがあ,あんだで、あの花沢さんのキャラか、あの、巨乳の姉ちゃんとかね。6人ぐらいのキャラが、えー、 ラジオ体操をすると。あれ、どういう風だったっけ俺、これ、忘れちゃったな。あーっと、あ、こういう風だ。あいやネクロゴンドの、ネクロゴンドの洞窟ってどういう風だったっけなっていうのは、ちょっとね、僕もうろ覚えだったんで、あれなんですけど。で、その。 炭治郎うんどうだったかなあれ,あれ落ちてよしだったっけあー記憶にね <laughs> でねそのラジオ体操してる最中にその鬼滅のキャラがね、あのー、ラジオ体操してるわけですよめちゃめちゃシュールですよでねあのー 鬼滅の刃っていうのは、あの、ユーフォニウムっていう会社がね、あの、つ作ってるんですけどえ、非常にね、あの、細かいアニメーションと、めちゃめちゃヌルヌル動く動画、あの、アニメーションが特徴のね、え非常に、あの、優秀な会社なんですよね。まあ、有名な。えそのね、その、ラジオ体操の時に流れる CG は すすすっっっごごいいいカカクカクしててすっごい荒っぽいんですよなんなら学生さんの卒業制作じゃねえかぐらいの勢いで、ね、そんなことあるのっていうぐらいカクカクしてるんですよでそれでね僕思ったんですよあれこれ半券取ってんのかな いや実は、そのね、入ってるゼネコンさんのどっか1社が、えー、スポンサーでお金をね、払ってやってる可能性もあるんで、まあ、それに関してね、僕がその、その偏見で物を言っちゃいけない。ひょっとしたらね、ちゃんと半券取ってやってるのかもしれない。でも、半券取ってたら、こんなしょっぱい CG 使わんやろ、みたいな。まあ、そんな感じがあるんですよね。 だからね僕ね、すっごい疑問だったんだけど、だから、その、調べてみたんですよ。鬼滅の刃のスポンサーみたいな感じねまあ、ネット検索っすわね。で、調べてみた結果、えー、鬼滅の刃とは一切関係がなかった。えー、そのね、プラント会社がね、結構大手の業者だったんで、 ひょっとしたら万が一そのねテレビ局とかにお金出資してるスポンサー様である可能性はあるかなと思ったんだけどね残念ながらそんなことはな,かなくてねあのー、あの半権無視して勝手に画像を使ってるまあ商業目的じゃなかったらいいのかもしれんけどそれっていいのかなーなんて思いながら、えー、そんな感じでしたまあでもね実際にはねあのー、例えばね大手まあこれね実際半権をちゃんと持ってるからね あのー、許可はもらってやってるとこだから実際そのこう名前を挙げちゃうんだけど、えー、戸田建設さんというね建設会社があります、えー、かなり大手の建設会社なんだけどそこがねあのドラえもんのあの版権を持ってるんですよねあのー、スポンサーだと版権を持ってるじゃん版権は持ってない <laughs> あの スポンサーをやってるから多分使用許諾を得てるんでしょうねあのー、現場の仮囲いにねあのドラえもんがいることが多いんですよねんおっこれこんなふうだったっけだからね あのそういう風だったらいいんだけど、その、著作権というものに対して、あまりに、その、ね、無頓着すぎないかなっていうのが一点と、あとね、ちょっとね、あのー、そこの現場に、あのー、ムカつくやつがいたんで、えー、それに対する文句をね、一発言っていこうと思うんですけどね、えー、ちょっとね、あのー、オラオラ系の監督が一人いて、あの朝礼の時とかになんか、後ろの方に立って、 あの並んでるんですけど、なんか列が乱れてたりすると、おい、ちゃんと列になれーみたいな感じで、かなりオラオラな感じで、うっせーな、こいつとか思いながら、俺はね、まあ、俺が直接何か言われたわけじゃないし、あの別に俺割と言われない方の人間なんで、あの大丈夫なんですけど、まあ、とはいえね、あのなんかうっとうしいな、こいつとか思いながら、俺は、あの、 いつも体操とかしてたりとか朝礼をいるんですけど、えー、今日ね、あのー、鉄骨飛びさんがね列はみ出てたんすわ、まあ、要するにねあの十何人列になって1列になってダーンって並んでる状態の中、あのー、鉄骨飛びさんがねあのーまあ、どっかのねあの某有名ヤクザと同じような名前の会社なんですけど <laughs>、えー、そこの職長さん、えー、すごい、ね、いい人なんですけど いや僕もね、あのー、何べんか一緒には仕事したことあるんだけどいい人なんですけど、えー、その人がねあの列ずれてて、まあ、十何人十何人十何人並んでてそこだけ一人ポツンまた十何人十何人みたいな、まあ、明らかにねあのそれ列は離れちゃってるんですよでああこれ言うなーと思ったんですよ言うなーと思ったんだけど何も言わなかったんですよね あれだ段あんな偉そうなこと言っとんのに何鉄骨飛びさんだとビビって言えんひょっとしてみたいなああなにそういうやつなの偉そうな顔してねなんかなんか偉そうなこと言ってた割になんかそんな感じなの情けないなーっていうのがね今日あったんで、えー、まあ僕はねそれをまあしゃべっておきたいなと思ってえー、喋っとくわけですわまあね あのちょっとね、そうやってさ、業種によってとかさ、その、ね、人によって態度を変えるってのはよろしくないなって思って、まあ、そういう風に思ったんでね、まあ、その文句を言って、終わりにしたいと思います。まあ、今日はね、ちょっと多分短めになってると思うんですけど、終わりにしたいと思います。以上、パチュでした。バイバイ。